はいどうも、おはこんばんちは、バタロバタだい。スチームのゲームはキャプチャが難しい。というわけで、こんばんは、バータルおばあちゃんだよ。ですね、おばあちゃん最近ね、自分のプレイしたゲームの動画をね、3分で編集してて気づいたことがあります。うるせえ。というわけで、今日は静かなね、なんかいい雰囲気の、いい雰囲気の感じのゲーム、ルスティーラケプレゼンツサムサラルームというゲームをやっていきたいと思います。これなんかね、これなんかおしゃれだよね。壁紙おしゃれ。このおしゃれな部屋から脱出するというゲームだそうです。 BGM が不穏だ。なんかブーンって言ってるね。 BGM うるさくないかね。というわけでこれやっていきましょうかね。なんか面白そう。おばちゃん脱出ゲームをねやってみたかったの。認知症防止に頭使ってさ、脱出していきましょう。おばちゃんも今住んでる施設から脱出しようと思ってるのに。 BGM でかいでかいよね。こんなもんはどうですか。ちっちゃすぎる。面白そう、面白そうじゃ、なんかね、面白そうでございます。それではやっていこうと思います。今度ちっちゃすぎる、今度ちっちゃすぎる。お、Where is this? これは生命の輪なのだろうか。哲学的。抜け出す方法を見つけなければ。おしゃれおしゃれおしゃれ。頭いい感じ。何これ。矢印を食い尽くして移動します。始まってるよ。なんかお分かりいただけるだろうか。鏡の中に、あれおばあちゃんかな。おばあちゃんと同じようなメガネしてるよ。コナンの犯人かな。コナンの犯人、知ってる方はネタバレ禁止でね、お願いします。おばあちゃんね、謎を解きしますよ、今日は、ね。謎を解き出すゲームそうだよ。なんかこう、お手紙クリックしてみよう。あれ触れない。電話して、まずは警察に電話してみよう。なになになにこれ、なにこれ。え？アナグラム来たよ。レジェン、レゲン、レゲンアイテム品。まだちょっとわかりませんね、これ。ですね、これなんだ。お、ろうそく。ろうそくゲッチしました。ろうで鍵が必要だね。バーチャルおばあちゃんだよ。これ気になるんだけど、おばあちゃん、この何これ。これは私なのか。バーチャルおばあちゃんだよ。まだヒントが少なすぎ、ヒントが少ないね。とりあえずろうそくで気をつければいいのかな。これは私なのか。英語わかんないとこのゲームクリアできない系、もしかして。あ、なんかトカゲがいますよ。手振ってる、手振ってる。これもゲットしよう。あ、逃げた、逃げた。あ、逃げられちゃった。これ何これ。何これ。ビリ、あれ。絵だぞ、これ。牛さんがいて。これはあれかな？モネかな。そういうやっぱ教養も役に立つ時が来たおばあちゃんのね。
モネーだろうね。あ、ろうそくでこれをぬるぬるにして、ろうそくでこれを、窓があるということで、ロバッチ脱出できる。あ、またトカゲローンがいる。トカゲさん逃げちゃう。ドラッグできます。ピエールってこと。あ、時間をずらせる。今の時間に合わせればいいってことか。今は、10時のぐらいか。チェックメイト。シャングリア歌えってこと。シャングリア、彼女は回った。ユートピア眩しい。ちょっとまずはお部屋一通り見ましょう。おー、なにこれ。ガチャを回して、謎の多いゲームだね。おかげさん、構えられないね。箱があります。なんか面白いよこれ。謎がそこら中にあるよ。これなんだ、なんだこれ。レコード。はいはい、なるほど。情報が、お、集まってきましたよね。こうして、はいはい、ここにちょうどこの四角が収まるよね。ほら、おお、すごい。おばあちゃん、チェックメイト。はお、ロック解除。ろうそく買い、何本ろうそく、何これ、何本ろうそくもらえばいいの。ろうそくしかもらえないんだけど、このうちに。おばあちゃんすごいでしょ、すごい。やばちゃん、こういうね、昔シーフだったから職業。おばあちゃんシーフなんです。シーフシュミュレーターやったんで。魚魚魚魚、クッキングシュミュレーター始まったよ。うわ、やった、武器。あ、よし、これで、これで勝ったわ。倒します。ナイフ、またろうそく、ろうそく3本もあるよ。なんでその生魚がさ、引き出しに入ってんの。全部冷蔵庫に入れてください。どんな家か、くっさいぞ、ここ。今気づいた、おばあちゃん。くっさいわ、この部屋。おしゃれな部屋だと思ってたけどさ。なんかくっせえと思ったらさ。続きまして、サバコ魚を。まな板はないかな。とりあえず、こいつ、刺そう。お、あ、なんかずらせた。何これ、ふにょふにょってなってる。 S って書いてる。鏡だから、この後ろにこの S があるってことかな。だからこの辺の時間かなと思ったんだけど、おばあちゃん。なんだこれ。ヒント探そう、ヒント探そう。あの、アイテムゲッチュしたんで。ああ、合ってるわ多分。鏡に映った S の先にある多分文字盤はこういうやつなんだよね。で、チェックメイト。鏡とかそういうめんどくさいこと考えずに、分かった。こういう S じゃん。で、これなんだよね。
ガチャ回んないよこれ。詐欺だよこのガチャ。どういうやつ？適当すぎたかい？もう一回。あ、ナイフで切った。あ、なんか書いてある書いてある。エンリグフテンミ。箱の中に魚と、なにこれ人間？これ。いろんなものを入れましょう。エンリグヒテンミ。エンリグヒテンミ。お、なんか降ってきた。どんな部屋これ。マッチ。マッチゲットしたよ。おばあちゃん、順調。もう5秒でクリアしちゃうよ、あと、おばあちゃん、これ。で、マッチとろうそくがあるんだけど。ろうそくどっかに置こうよ。ここもナイフで切れんじゃないの、これ。ビリビリ。魚で切ろう、これ。マッチで炙ろう。マッチでーす。マッチでーす。はっとしてぐっときて。それ違うわ。でもマッチじゃないわ、それ。どっちでもいいよね。これ、トシちゃん言うとりますけど、これなんなんだろうな、このふにょふにょっていうマークは。こうふにょふにょ、あれ、こんだけもっとなんか他に調べる場所あるのかもしれない。なんなんだろうな、このトカゲさんは。トカゲ気になる。トカゲどうすんだろう。なんかちょっともう一回この紙見てみよう。箱の中にうなぎと魚と、なんだろう、なんかいろいろ入れればいいのね。魚は取ったのよ。川行け、川行こうか。お？なんか破れました。祭壇が出てきた。宗教のやつかね、これはね。マッチと天使のような悪魔の笑顔。お、オープンザプライス。真実の口が開いた。なんか、なんか、怖い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 。お魚を入れればいいのこれ。何これ。窓の外には宇宙があった。どういうこと。魚を捧げましょう。魚入れたよ。スタンリー・キューブリック。これ2001年宇宙の旅。前澤さん、前澤さん、お金ください。前澤さん、前澤、はい。あの、おばあちゃんはいつも年金では、あの、お金が足りずに苦労して生活しています。なのでお金が欲しいです。前澤さん、 もっと死ぬまで、もうすぐ死にます、おばあちゃんは。なので寿命で、それ死ぬまでに旅行がしたいので、ぜひともお金を。前澤、金くれや。金くれない。え？あ、なんか変わった。え？なんか浮かんでるよ。鏡の中の人が、お魚。魚、魚、魚。あれ？オムナイト。貝殻。なんかこんなさ、生き物いたよ。どっかで見たことあるわ。南国少年パプワ君にいたよね、こういう。なんかまた新しい図形が出てる。近くに戦費。
さかなクンの本性か、さかなクン？ギョギョギョ！半魚人がいるね。なんで浮かんでんのこれ。タピオカがいっぱい出てきた。タピオカが喋れない。あ、これ水の中になったから喋れないんだ。なんか水の中に水中ステージ来たよ。音楽がいい。閉まっちゃってる。またろうそくこれつけれないよね。なんか噛んでる。気圧を利用して。お、雰囲気両下、雰囲気いいね。 BGM もっと大きい方がいい。これ BGM もいいよね。 BGM 聞いてほしい。酒飲むな。わちゃ酒飲みながらやってます。あれ壊れなくなっちゃった。割れそう。あとちょっとで割れそうなんだけど。あ、これぐらいでいいのね。ばあちゃんがでけえ声いきなり出さなきゃこれでいいのね。マッチ歌わないようにします。何飲んでんの。おばあちゃん今日角ハイボール飲んでます。あれ割れないね。先端のペケじゃない、これ。ほんとだ、こんなわこれカンニングじゃないよね、今のね。貝殻どうしよう。オムナイトにするか、カブトにするか。この瓶も欲しいな。なんか釘が刺さってるなんか入ってた。オンオン、時計壊れちゃう。うわぁ、えどういうこと。お願いしますはい、ありがとうございます。え、この中にニノがいるってこと。ブラックペアンがいるってこと。テレレレンレレンレ。あ、心臓ありがとうございます。心臓 くださったんだけど、ドナーの方が。心臓いただきましたということで。お、貝殻多いな。なにこれ、うんこ、あ、うんこだ、うんこ。なにこれ、ダメ。わかった、黒い丸になってないとこ。お順調、もう余裕。誰こんなとこにうんこ漏らした人。心臓入れとこうか。ここに貝を捧げるのかな。脱出できるんでしょうか。ここに心臓を、逆に心臓をやると心臓世界に行くのかな。前澤さん、前澤さん、お金ください。お、あ、戻ってきた。あ、ここに置くアイテムによって行く場所が変わるってことか。分かってきたよ。でも、もう戻ってきちゃしょうがないよな。お魚世界に、また次の世界に行かないとさ。トカゲ気になるな。なるほど、なるほどね。安倍晋三が完成するんだね。どういうこと。この儀式をやると、もう一回ちょっとお水の世界に行こう。前澤さん、おかげ捕まえたいね。でもマッチしかなくなっちゃったんだけど、もっとないかな、この世界。
心臓くれた人出てきてほしいんだけど。うんこも持てないし、の棚の、あ、そうか、これ棚の引き出しがこぼれ落ちてんのか。この箱、この箱に真の像をやると、時計時7時7分にしろ。あ、7時7分にすればいいの？このマーク気になるね。これ何なんだ、これ。四角に線がピッ。おばあちゃん、自力で解きますよ、ここは。電話は結局意味ないのかな、これ。この丸だけ大きい。あ、なにこれ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 。なにこれ、なにこれ。うんこって入力すればいいの？10個ある。順番があるのかな。分かった。端っこから順番に。うわ、本当だ。あ、当てた。レッドイットビー。レッドイットシンクイン。何これ。お！どういう意味？なんか知んないけど鍵をもらいました。ありがとうございます。オッケー。分かったよ、おばあちゃん。開ける意味あんのかな、今。容器。容器って何使うんだろう。容器にトカゲを入れればいいのかな。前澤さん、お願いします。こにゃれ、えい、チャミン、デロレロレロレン、ゲットしました。キモリをゲットしました。で、トカゲ世界に行けるってことか。もうばっちゃシャクシャクでございますよ。よし、前澤さん、お願いします。あ、ひっくり返ってる。反対子になってる。反対子になっとるやないかい。全部反対子になっとるやないかい。トカゲさんはなんか、アイアイ傘。かわいいね、これ。サクサクだね。おばあちゃん終わっちゃうよ、これ。あと5分で。ビー玉。ピタゴラスイッチやればいいの？100話に Don't think, feel. OK. 天井こうなってたんだ。これマッチで火つけよう。え、なにこれ。なんかピヨンピヨン。順番があんのこれ。短いやつからつけるのか。そのパターン多いな。OK. あ、ビー玉。ピタゴラスイッチだ、このステージは。とりあえずビー玉置いといて。重力が反転してるね。順番があるんだよ、これはね。あ、時間がある。3時55分。洞窟、ここ BGM も逆再生じゃん。よく気づくね。そうなの？マグリットだね、これは。あ。絵が回転できろる。
てこい出てこい。怖いねこれ、なんかリトルナイトメアみたい。もうちぎれないよこれ以上。なんか折れてる、なんかめくれそうなんだけど。で3時55分にしてみようか。編みにくい。3時55分。お、テロレロレロレン。神々のトライフォース。三角の鍵。三角の鍵。ごまだれー。こっち行ってみよう。これは、ザ・サークル・オブ・ライフ。生命の輪って言ってたね。おばあちゃんの筆記体が読めない。何これ。パズルだ、パズル。なるほど。わかりましたよ、全部ね、おばあちゃんにはこんな、地方予防でね、やってきたんだから、おばあちゃん、こういうのを散々ね。ここをこうこうこうしてと。よし！ごまだれー。 あるわ。あ、あったあった。え、終わりこれで。で、あったということで、で、あと一個、これ何これ、さっきもよく分かんなかったのよこれ。なんか真ん中からピローンってやるの。めくって。何もなんないんだよな、これね。ゼルダは風のタクトが一番好き。おばあちゃんも風のタクト好き。実は、全然違う世界かと思いきや、ちゃんと、つながってたっていう、全部今言っちゃったけど、おばあちゃん。ちゃんとゼルダ姫とか、ガノンとかちゃんと出てくるところが好き。全部言っちゃったんだけど、おばあちゃん。ペリっていけない、クリックしても。あ、いけた。俺ね、これ、めんどくさいよ、この、シビアなのよ、判定がね。ちゃんと、マスターソードとか出てくるところが、やっぱり、いいよね。
よし。ちょっとこの部屋を脱出できて、三角形の鍵が手に入ったんで、ちょっと一回人間世界に帰ろう。あれ帰れない。本棚から逃げるな。本棚ちゃんとやれ。本棚ちゃんとやらなきゃ脱出できない。おばあちゃんの IQ ではあれが限界だったんだけど、鍵全部開けたもんな。分かった、ここも3時55分なんでしょ。この空間の時間は全部3時55分なんだ。ここ三角形だぞ。ああ、三角の鍵があと2個もいるぞ。ちょっともう一回じゃあ戻ってみるかな。ここは何時なんだろう。トカゲの反対この世界が3時55分だったんだよ。それを反対子にすると、このぐらいになるんじゃないかな。鏡合わせにすると、推理雑すぎて草雑。とりあえずあっち行ってみようか。もう一回戻って、一旦戻って、ちょっとこの結局このさ、記号は何なんでしょう。もう一回トカゲの世界に行って、9時25分ぐらいじゃない。あ、そうなの。なんかこれ意味ありげだよね。あの人間世界が、トカゲの世界が3時55分で、あ、これおそらくこれはあの人間世界を表してんだよ。で、こっちの湖の絵がお魚世界じゃない。つまりこれが3時55分ということは、このあのベクトルの位置からを測定すると人間世界の時間が分かるんじゃない。この差異で、数学に詳しい子いる？このこの座標のズレを計算してくれる子いる？つまり位置が結構大事で、順番が大事で、一番下にお魚世界があってなくて、トカゲ世界があって、お魚世界、人間世界が一番上にあるってことは、人間世界の時間の方が上だよね。さあ、本棚リベンジ。なんか昔あったこんなパズルさ。セーラームーンとかなかった、こういうの。カシャカシャカシャってやってさ。孫とやったもんだよ、よくね。あったね、あったよね。ウルトラマンとかさ。今もあるんだろうね。テロレロレロレン。惜しThank you.
頭の体操になるね。この頭の体操になるんだよね。こうなるわけでしょ。つまりシャーロックならすぐ解いてる。シャーロックお願い。ドクターストレンジ来て。Okay, sir.長いのは下じゃない？ほんと？もう置けないわ、下に長いの。もう積んだわ、これ。置けない。置けた。こう来るでしょ？で、すなわち、すなわち、で、こうしといてだ。で、はいはい、なるほど。こう来まして、で、ここには、2個のが必要で、これ、ちょみちょみやっといてさ。で、1本長いのを適当に、ちょみっとこの、あ、で、ここにちょみってやっていけばいいんだよね。で、これでこっち側ぴったり、アインコリーノの、で、もう、こっち側に集中したいからさ、もう、ここはもうこれなのよ。で、そうなると、ここにこれをもう当てはめていけばいいんだよ。こうしといて、こうしといてさ、で、ここに入れて、チェックメイト！どれ見ましょらしの？あれ？本が抜けた。あ、本がなくなっちゃった。イエーイ、天才バチャ、天才、やった、バチャ、まだ。ボケてませんでした。できた。いらっしゃい、おばあちゃん、頑張って謎を解いてます。前澤さん、また戻ってきちゃった。シャーロック召喚したのが要因ね。勝因ね。おばあちゃん、やっぱシャーロックとか見ますので、推理物、あ、本が落ちてる。そうか、こうつながってんな、この世界は、ね、パラパラワールドなんだ。文章をクリックすると翻訳されます。ウケンさん。生煮えの種。種。魚でも入れとく。時間を記憶する必要がある。これは3時55分。ああ、そういうことか。時間を全部正しくはめると、生贄、そう、生贄だよ。時間を正しく入力すると神々のトライフォースが出てくるのかね。ヤモリさんのは親切に書いてあったから出てきたけども、他のワールドの時間がまだ分かんないね。他にヒントない？制作者マニュアルが降ってきたよ。過去は決してなくならない。なくならないってこと？そんなひどいこと言わないで。うんこを漏らしたお前らの過去もなくならないってこと？
いくらガッキーと結婚したって小学生の時うんこを漏らしたゲンちゃんの過去はなくならないってこと。そんなこと言わないで。いい加減それはなくしてあげよう。あだ名がうんこになったっていう過去はなくしてあげよう。この時間なんか気になるね。8時25分。ずっと言うやんけ、それ。ずっと言うよ、ばあちゃん。何これ。鏡はありのままの姿を映し出す。鏡。割り。おめ。おめって何が？まだクリアしないよ、ばあちゃん。8時25分にしてみよう。おー！そうか、この世界のやつだから。三角の鍵。余裕。はい、余裕。あと、お魚ワールドの時間だ。お魚ワールドもう一回行ってみよう。弦と楽器思い出させるな。忘れたい楽器ファンがね。いましたけど、サクサクやな、サクサク。どうしよう、終わるよ1時間で。あ、本、あ、こっちにも本落ちてんじゃん。あ、わかった。あ、もう時間かかえたら、ほらほらほら、2時15分。あ、わかりました。どうもご親切にありがとうございます。テロレロレロレン。揃ったよ揃ったよ揃ったよ。あ、もうクリアするわ。はい、クリアです。RTA です。最短クリアありがとうございます。ガチャ！カムニャン！ちょっとばちょっとこれちょっとダメだってこのギリギリだった今ね。ギリギリ。何この変態。落ちてきたんだけど。何これ。やばい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 。やばいやばいやばい。乳首もちょっと今危ないんだよ、乳首。乳首を隠そうと思ったらこっちが隠せれない。何これ。ジジイが出てきたんだけど。親父 100%。ちょっと火つけよ。テンポコに火を。よし、トカゲにテンポコ。バンされるよ、これ。もうじじい死んでるわ、これ。あ、なんか、あ、出てきた。種。下ネタかい。下ネタかいよ、お前。きっしょいよね。で、ついてる？ついてなかった。種は置けないのかな、ここに。さっきのさ、本ちゃんと読もうよ。お魚ワールドの本読んでなかった。あ、読めない。種をどこに植えればいいんだろう。植木鉢かな。じじい、じじい、おじいさん、おじいさん水死体になってるわ。おじいさん、生贄の種。もう一個のトカゲ世界ではどうなってんだろう。スケキヨ、スケキヨかい？あれ、スケキヨみたいになってたね。あ、植えた。反対子に植えました。あ、ジジイいないよ。じじいません。青沼静馬、青沼静馬。そう、あれはね、スケキヨじゃなくて青沼静馬なんだよね。で、種を植えたはいいものの、どうすんだっけ？なんか本に書いてあったよな。生贄の種。お水がいるんだ、お水が。
魚ワールドにいくらでもあるでしょう、水なんて。お水がいる。あ、容器でお水汲んでこよ。白紙のページ気になるね。お水お水。じじいのよだれやで。やだよ、よだれなんて。ババアの尿でいいじゃん。しっこの紙瓶にしていいのこれ。おお、水の入った容器。おおお。すごいおばあちゃん、ちゃんと制作者の意図を。じじい、これ面白いね、これ。てん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 。いいね。天空のじじい。ここにお水をかければ。ちゃー、はいはいはい。成長しました。早っ。成長早い。で、これで半、じじいじじいじじいなのがいいよね。でね、反対コワールド行くと、上の方が見えるかもしんない。宮崎駿に見えるんだけど、あ、お花が咲いてる。花びら。花びら落ちた。あ！芋虫！これ、芋虫ワールド行けるってこと？前澤さん！お金ください。お！さあ、これ最後のワールド？ニョッキ、ニョッキッキだ。あら。赤狼にいた、こんな人。虫食いかな？お手紙。今虫ワールド来ましたよ。ジジイの全裸でありがとうございます。ジジイフェチの視聴者ありがとうございます。あ、受話器が落ちた。マイナスドライバーがいるぞ、これ。そんなんはいない、いるかもしんない。ジジイの全裸フェチ。死にかけのそのヨボヨボのに興奮するって。あ、花びらがあるな。花びら違うワールドで拾った方がいいのか。イモムシだから本とか開けないのか。てかこれ、帰れないんだけど、前のワールドに。じじいあ、眉毛変じゃないじじい。眉毛がなんかカッパエビセみたいになってるし、乳首毛がさ、乳毛がすごいよ、このじじい。これバンだよね、これ。のどちんこの先には、違う世界が広がってた。ジジイワールドやばいんだけど、なんか。何これ。木が生えました。ジジイの中に木が生えております。もうこのジジイも腐敗が進んでね。カビが繁殖してるわ、これ。何これ。お。え？はいはいはい。1がこれ心臓でしょ。1は、1のマーク覚えてるおばちゃん、S だ。ふにょふにょ。お魚の世界はですね、四角じゃなかったっけ。で、3のトカゲの世界がアイアイ傘で、4の世界がお手紙。噛むなー！卵。おめとしだ！じじいの中から卵が出てきた。サクサクやん、サクサクです。それで、さすおばです。花びら、花びらを多分集めりゃいいんだよ。帰れるんだよ。どうやって花びら集めれるんだ。今の
じじいの中やったんか。それ今のじじいの口の中で。ただもう花びらが一個しかないんだけど。玉なしじじい、あ、じじいに玉をこう つけてあげて。受話器は関係ないの。これ受話器何なんだろう。光ってるのは何だった。あれ意味あんのかな。やば、帰れない。卵置ける。あ、なんかある。じじ殺そう。じじのあそこちょん切って。あ、なんか、あ、なんか動いた。開いたけど持てない。あ、持てた。花びら引き出しも開くかな。ナイフで、マイナスドライバーだ。こん中に、ね、こら！こん中に工業高校の子いる？電子回路科の子いる？全部でこうつなげればいいんじゃない？ほら、チェックメイト。余裕です。つながってないよ、つながってない。これも回すんだ。そういうことか。面白いな、これね。よし！それだー！いや、どれ？これだ！こう、こっからこう来て、こうなって、あ、ここが繋がってない。こうなって、あー！どれがそらしの？花火。つながった。ありがとう、工業公共の子たち。ナイス、ナイス。
もあと一個いるんだけど。あと一個どこだ。ナイフがある。ナイフはでもあれを開けたのか。おお、ナイフ。花びら。ああ、もうクリアです。これクリアじゃないもん。卵、エッグ開けちゃうよ。開けごま。前澤さん、お願いします。うお、鳥世界来ちゃった。どっからくちばし生えてんの？ガッチャマンがいる、ガッチャマン。科学忍者隊の基地に来てしまいました。魚引っ掛けよ。鳥人間コンテスト？ブラボで見た。あ、いた。あの、カラスのババアね。お？まだあるのか？ハテナ。ハテナ？ハテナが飛んでった。笑い飯、笑い飯であった、こんなんね。卵パクろ、これ。ナイフで。なんか時計の音が聞こえる。なんだこの。超人だよ。超人戦隊ジェットマン。アリスさん、アリスさん、かわいい、かわいい、かわいい。ぴょんぴょん、かわいい、ぴょんぴょん、かわいい。火で燃やさないこの木をマッチでさ、リスを炙り出そう。リスさんいるね。引き出し開かないわ。リスなんかあるな、これな。心臓を食べ。お魚を食べ。芋虫を食べ、芋虫。葉っぱがなんか白いのが気になる、このリス。こんだけ？心臓ぶら下げれないの、これ。安倍晋三、安倍晋三。もう帰れないし。祭壇に捧げるアイテムが一個も見つからない。これ難しいぞ、この部屋。あ、ここにななるほどね。ここ卵を置くんだ。見てないよ、おばあちゃん、コメントなん。確かになんか、ここで今まで取ったアイテムを使っていくんじゃない？心臓も、安倍心臓も、あ、安倍心臓で卵割っていくよ。ピヨー、かわいいかわいいかわいい。ピヨピヨピヨピヒヨコがピョン。あ、いや、イモムシを食べ、イモムシ。イモムシを食べ、イモムシ。ピヨピヨピヨピ集まーって、なにこれ。これ スロット始まったんだけど、目押しで、なんかこれたまに変わるんだけど、欲しがらない子にあげよう。ゾロ目だ、ゾロ目を揃えよう。ああ、なんか、あ、すごいすごい。あ、戻るんかい。何この、ルールがわかんない。推理しよう、おばあちゃん。
コメント見ずに。これはつまりこのフレミングの法則だよ。餌が欲しいって言ってる子にもあげました。口をつぐみました。これも洗濯順番なんかな。卵の殻が低い位置から順番に上げていって、口が開いてる子にあげるとこっちの子が成長するんだよね。じゃあこっちの子にあげると反対の子が成長するわ。じゃあこっちの子にあげれば反対の子が成長。はい、なりま。で、最後に真ん中の子をちょみんだ。ファック。どういう意味これ、どういう意味これ。戻るんかい。指と反対側やってみよう。あ、ダメだ。コナミコマンドだよ。コナミコマンド打てばいいの。あ、なんか間違えた今。どういう意味？トゥース、トゥースってこと？未だにも法則わかんないもん、バチ。適当にやってるもん、これ。ちゃんと考えてやろ。これはつまトロのつまり、ですね、指と赤い鳥、口開いてる赤い鳥と何も無表情の鳥がおって、何なんだろう。で、指を、わかったわちゃん、そうか、わかった。指をナイフで切り落とせばいいんだ。白いやつ気になるな。白いやつ一回押してみたい。お、全部白い子になって、
わかんない、これ。イエーイ羽なんかできました、なんか知んないけどできました。ありがとうございます、ありがとうございます。羽ありがとうございます。羽ということで、なんだったのこれ今、うんげ、指なんだったのあれ。ありがとうございます。リスに何あげれば羽くれるんだろう、これでしょ。リスにこれあげて、葉っぱと入れ替えちゃえばいいんじゃない。葉っぱと入れ替えて、ナイフで葉っぱを切ってさ、羽持ってんのかリスは。でもこれ羽が捧げ物か、このステージは。あれ、心臓をあげるであるとか、ヤモリをこう這わせて、魚を這いつくばる。リス動かないな。マッチで火をつけるぐらいしか考えられないんだけど。イモムシなんじゃないの？リスもさ。なんだろうこれ。本当にコメント見ずに やるよばっちゃん。さっきは若干実はチラッと見えちゃったんだけど、嘘つけないから言うけど、ばっちゃん、リスはちゃんとばっちゃん自分で解きますので。です。これ何なんだろう。このステージはちゃんと解きたいよね。おそらくこの羽をここに置くんだよね。OK。だから羽があと3つもあるのかね。これも何なんでしょう。時間を覚えろって書いてあった気がするわ、本に。8時25分。3時55分。あと1個覚えてない。2時
全部やってけばいいじゃん、これ。月は夕刻に日が沈むと夕方、一羽のフクロウが夜風の中を飛んできた。月は今までにないほど大きく見えた。フクロウは羽を広げながら、それから再び頭を動かして私を見た。そしてこう言った。あなたは別のものに変わる必要がある。目的を忘れてはいけない。フクロウは左を向いた。そしてこう言った。あなたは別のものに変わる必要がある。姿を変えなさい。フクロウは私の目をまっすぐ見つめた。朝に日が昇るときに。そう言うと、フクロウは頭をぐるりと回して後ろを向いた。そして飛び去った。何言うとんねん。お？ Into the night、 夜明けの時刻は芋虫心臓時のトカゲ魚。はぁ、昼14時。昼は14時。モーニングは？メモ、メモ？ちょっと待って、頑張っておきますよ。あ、これ14時だ。つまり2時ってことよね。ちょみんた。あれ？もう12時間回せってか？わかんないんだよ、これ。こっちのやつ。この下の時計が動くの。これなんだ、これ。これ使える場所探すよ。ここだ、ここだ、ここだ。噴道。あれ？
運動かけれないよ。この先端のこのここにやらなきゃいけないのかな。ダメだ。もうリスしかいない。ちょっとこの本もう一回見よう。本。夕刻に日が沈むと。フクロウが夜風の中飛んできた。私の右を見た。私の右を見た。どっちから見て？つまり三時の方を見たってことね、フクロウは。それから再び頭を動かして私を見た。目的を忘れたわけない。左を向いた。そしてこう言った。別のものに変わる必要がある。姿を変えなさい。朝に日が昇るときに、そう言うと袋頭ぐるりと回して後ろを向いた。飛び去った。わかんないわ。もう時計ぐらいしかないぞこれ。このぐらいかな。クロウの動きを再現すればいいんだ。まずこう見た。そしてこう見た。そしてぐるりと後ろ。やった。さん、ナイフで枝を切ろう。枝を。なんか時計の音が聞こえるんだよね。これ絶対これじゃないの？もうバグってるわこれのゲーム。ないもんアイテムなんてもうさ。完全にバグってるわこれ。実はまだこの卵のこれなんかあるんだ。これ火で炙って、お、時計の針にこのこれを。
あ、わかった。14時にしてリスさんのとこに行くと、14時なんだよね。あ、わかった。あ、そうか、わかった。つまりこの 14.00 の色をよく見てごらん、みんな、数字ので、ですね、右のあのイモムシたちの数字を見てみると、これは連動してるんだよね。つまりイモムシが1なんだよ。心臓が4、トカゲと魚は0と0なんだよね。そう計算すると、分動が1じゃん。つまり分動とイモムシは釣り合うっていう計算になるよね。つまりまずイモムシをここに引っ掛けて、釣り合いの問題なんだよこれはね。かける部屋ないかい。完全にバグってるでしょこれ。かかんないんだもんこれ。他にこれ使える場所ある？分かった。だからこの時計の針をさ、こう横にすると、これ釣り合わせるんだよこれ。考えろおばあちゃん、考えろ。植木鉢がまだあるぞ。植木鉢があるな。まず芋虫をやって、ナイフでテコの原理でこの植木鉢をどかして、マッチがまだあるのはなんでだろう。多分おばあちゃんなんか取ってこなきゃいけないものを取ってこなかったよねこれね。それで多分バグったよねこれ、完全に。電話とか気になるな。実はあのトゥルーマンショーみたいにこの壁が破れるのかな。あー、何これ。え、形が変わっていく。見つけた。あ、これ何だこれ。魚、イモムシ、なんだ、心臓か、ヤモリ、あ、一番お目目パチクリする場所に持ってこ。チェックメイト、おめでとうしたよおばあちゃんはね。こいつはどこに置きゃいいのこいつ。
全クリじゃないこれ。これ全クリじゃない。なんだこれ。これは7時25分だ。7時25分なんだよみんな。おばあちゃんコメント頑張って見ないようにしてるけど今。今のやつを。今のやつをこさえて早く。次の時間になった。テロレロレロレン。なんかあるなんかある。ひまわり。ひまわり。お、なんかめっちゃ増えためっちゃ増えた。おばあちゃん脱出するよ頑張って。ライズアップ。舞い上がれ。ライズアップのこれ案件かこれ。なんか電話のマークついてない？ライズアップ、舞い上がれ。なんだこれ。このグラデーションが一番いい位置にこれを置くと、ナイフでこれを切ろう。ひまわりを植えよう。リスさんがいなくなっちゃった。おばあちゃん、そのそこら中を引っかき回そうとしかしてない。ひまわりを吊るそう。吊るせない。祭壇に、羽を置いて、ひまわりここに置くやつかな。違うわ。ひまわりどっかで使うやつだ。リスさんにあげよう。リスさんにあげればいいのか。どっかに多分なんかどんぐりがあるはずなんだよね。つまりこいつを火を沈めさせれば次の時刻がわかるんじゃね。そうだそうだ、ここの引き出し。これは変わってないのか。エブニング。あ、だ、これ、あ、わかった、わかってきた、わかってきた。つまり、計算すると、イモムシがずっと1位で来てるんだよね。で、心臓が5増えてるじゃん。で、0、2と5が増えてて、ナイトがじゃあ何時なのっていう話なんだけども、それはフクロウがでも言ってたんだよね。ゲーム制作者の気持ちになって考えてみると、今ひまわりを手に入れたわけだ。自由な気分だ。このひまわりをどうやって、電話はと電話、あー、ペニス、最低。この論理でいくと、端っこから順番に行けば。
R かこれ。スプリーム。ライザップ。エリスプ。反対から行けばいいんじゃない？ね？なんかちょっと見よ。見よちゃんとちょっとどっか書いてあるでしょ。イントゥーザナイト、どっか書いてあるでしょ。サンライズじゃね。これか、あ、これだ。ライズアップ。リゼウップね。舞い上がれ。リゼウップ。リゼウップって言ってもらわないとおばあちゃん、ライズアップじゃわかんないんだから。あれ？バルーンファイト来たよ。どっか行っちゃった。お？また出てきた、なんか貞子が。マッチで。お？浮かぶと？これナイフで切ると？いってらっしゃい。また おっさん出てくんじゃないのこれ。うんこだ、うんこだー。ブリ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 、ビチビチビチグソ。うんこ、あ、まだなんかいっぱいある。天秤皿。おお、なにこれ。怖い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 。おばあちゃん、もう終わると思ってからどれだけ経った？おばあちゃん、はいはい、なるほど、面白いね。これ目のね、位置と連動してるということで、これはちょっと楽しみな、また材料が増えました。これでやっとここに天秤をできるわけ。で、うんこと、だからつまり1が、これは合ってんのよ、これ。釣り合うんですよね。釣り合わへんのかい！あれ、1がヤモリだよ？
1がヤモリで、心臓は、つまり2なのよ、これは。これが2なんだけど、お魚さんは2より重いというわけで、わちゃ頭いいね、今ね、わちゃ頭いいよ。はい、こういうの曲で土は何グラミングかな、土は乗せれないんだ。つまり、これで数字がわかるって魂胆なわけね。心臓とお魚天国はどうなるかな、魚魚魚。なるほどなるほどなるほど、わかっ、はい。で、これどうせ釣り合うんでしょ、これほら、あら、1と、つまり X と Y と、N に置き換えよ。魚が X で、心臓が Y で、イモムシが N なのよね。つまり魚の重さっていうのは X 足す N 足す1なんだよね。で、それっていうのは、つまり心臓は、あれなんだよね。おぉ、あ、1、Y 足す1が X だ。X イコール Y プラス方程式なんだよね、それが。つまり、で、その、Y っていうのは、もう1よりは確実に重いんだよ。で、おそらく整数であるからして、で、イモムシを置いても、で、お魚天国を置くと。で、Y っていうのは、X よりも軽いんだよ。軽いんだ。で、はぁ、つまり重さの順列的に、だから1と1と心臓で魚がと釣り合う。じゃあ心臓を2と仮定してみようとなると、魚は3なんだけど、イモムシはこれ何なの、これは意味ないんだけど、置いたところで。つまり順序が大事で、もう一回本に戻ってみよう。つまりそれを考えた時に、イコール次の時刻が分かると、 into the night、 夜になるには、これを1とした場合、つまりイモムシは0なんだよね。これ0なんだよ。0。イモムシを1とした場合、0、あ、もう分かった。1じゃないもん、イモムシは絶対に。つまり、ナイトメアになったという時に、これはもう、ヤモリは1なんだよ。つまり、3時12分だ。方程式解けたわ、ばあちゃん。いいのかな、こんなすぐ解いちゃって。え？あ、そっか、14時か。あ、わかんなくなった、もう、次何時だっけ？あれ？
19時25分か。もう一回考え直そう。何にも会ってなかったおばあちゃん。とりあえずこの箱気になるんだけど、土とひまわり。土は植木鉢。わかった。そうか、わかった。ここにまず土をやろうよ。ね、できへんのかい。これも時間進めるしかないんじゃない。やっぱりこれはだって今現状意味わかんないでしょ。もう時間これで推理できるのよ、はかりがあるから。つまり時間をやっぱり推理すると、つまりもう分かっていることは、これはゼロなんだよね。で、これが1。ゼロ1が分かってんだから、これにこれを乗してみて、これにこれを乗してみ。そういうことか。だからつまりこの魚と心臓が1の差ってことだ。1違うんだ。で、1違うんだけど、そういうことなんだよね。だからもうそれだけでいいんだよ。こんなことをやっててもさ、あれ？ああ！だって魚足す心臓が、じゃない、心臓足すトカゲが魚なんだから。で、つまり1違うんだから、まず例で確定の数字はイモムシとトカゲなんじゃん。つまり10運フンなわけで、魚が最後のフンで、心臓が時間なんですよ。ってことを考えると、つまり一桁の数字なわけ。ってことはだ、心臓は一桁じゃないな。この数字がだから、そうだそうだ、9までの間で、でおそらくそんなに1と変わらない数字なわけ。だから、でも3以降だと思う、心臓は。で、時間が、時間がだから、すなわち3時だとすると、1しか違わないとなると、3時20分。で、なければ4時50分。で、なければ5時朝やん、これも。
逆に2字、1しか違わないな。1しか違わ、1多いってことは、逆に、もう、少ない。ああ、はい、余裕です。余裕だったね。4時15分でした。ありがとうございます。せっこう、せこくないよね。さあ、謎も、解けてきました。お？あ、目が開いた、目が開いた。あー、なんかこれ、あー、わかっちゃった、まっちゃん。こっち上が、なんか、ふんどしね。で、こっち下が、ちょみちょみマークね。で、な、ピー、十字、北東十字星ね。オッケー。あ、袋がいる。こっちがふんどしで、下がこんなので、こんなんだっけ、これ。オッケー、歯車が噛み合うてへんねん、これ。噛み合わしていく。おう。8時45分。ひまわりと土は何なんだ。余裕。芋虫あげちゃった。お魚もあげよう。全部あげよう。心臓もあげよう。おもりもあげよう。吐きそう、この子。お、うめ。赤ん坊をで、マッチで燃やして、植えた途端にマッチで燃やして、この人に赤ん坊をあげればいいのかな。どうぞ。赤ん坊も食わせてみよう。もう一回、多分赤ん坊捧げるんだよね。ちょっともう一回時間戻して、でもアイテムないや。どうしよう、もう鳥に全部あげちゃった。ちょっとお昼にしてみよう。2時だったよな。ひまわりが咲いてるんじゃないか。
ひまわり、ひまわり、小さ咲いてない。リスさん、リスさん、この人がさ、くれないと。どんぐりはどこにあるの？いろんな時間見て回ろうか。太陽を動かせる時間あった、そういえばね。この時間じゃなくて7時25分。そらしろ。へっけ。おばあちゃん、ハム太郎の声真似する女を片っ端からぶん殴っていこうと思ってるんだけど。なんでみんなハム太郎の真似をするんだ。あと一個どこにある？問題発言をしたところで、夜中に行って、フクロウだ、フクロウのなんかあの本だわ、本だ本だ、わかったわかった、フクロウは左を向いた、まず左を向く。レフ。で、まっすぐ。ほうほうほう。左見てまっすぐ。ぐるりと回して、後ろを向いた。ハム太郎選手権やろ、やだよ。やろっか、じゃあ。やります、次。頭をぐるりと回して、後ろを向いて。飛び去った。夕刻に日が沈むと。今のは何の話？朝に日が昇るとき、でも夜しかいないよな。だから右を見て、前を見て、左、
まっすぐ、まっすぐ、後ろ、左、まっすぐ、後ろ。羽を広げながら、左、まっすぐ、後ろ、広げて右、また右、私、あ、こっちが最初か。あ、順番はこれは、これが最初だ、これが。おばあちゃん、こっちが一枚目だって。うんこなんだから。国語の授業からやり直して、おばあちゃん。まず、ライト、ライト、右見てライフ、左見てレフ。まず、右を見て、右、私、右、前、右、前、右、前、左、前、後ろ。全然わかんない、お前。右見てライト、左見てレフト。平行直角、また平行。平行直角、また平行。おー、どれ見なそらしど。はい、クリアです。ありがとうございます。全クリです。はい、赤ちゃんもやって、前澤さん、お金ください。前澤さん、え、でーん、でーん、でれーん、でーん、でーん、でれーん。はぁーっと書いておきました。終わってるやん。あー、深いよね。はいはい、ババア考察して、あ、久しぶりにちゃんと、やっとコメント見れる、おばあちゃん。できるだけコメントは見ずにやってまいりました。考察します。これ多分ね、まあ、わかんない子にはわかんないかなってちょっと思った。それはまず、この、ゲームは人を選びます。おばあちゃんは分かったんだけど、分かんないからちょっと分かんないよね。これはね、深い
まず予備知識としてやっぱりキューブリック作品は押さえとかないと、やっぱりおばあちゃん最初に思ったんだよね、なんかこの壁紙であるとか、なんかちょっとキューブリックっぽいな。シャイニングもやっぱり押さえとくとわかるんだけど、そういろんなそういう映画的知識であるとかさ、そういうものが必要になってくるんですよ、このゲームっていうのはね。海外のゲームっていうね、あのやっぱそういう文化人が作ったんだなっていうのはわかります。というわけで、あのまあみんなにもわかるように考察をするんですけども、これはですね、すなわち最後、まあエンディングから、まあこういう時考察っていうのは、あの逆算すればいいんだよね。最後に赤ちゃんが出てきたっていうエンディングなんだけど、つまりこのサムサラルームっていうのは、あれなんだよね。つまりそのもうすぐ生まれてくる子供たちの、つまりお部屋なんだよね。うん。でそういうことなんだけども、やっぱりあの裸のジジイっていうのは、その前世代のご先祖というかね、DNA 的なものなんだけどね。ドグラマグラってことか。そうなんだよね。サンサーライコール輪廻転生。そう、サンサーラっていうのは輪廻転生という意味。つまりこれはマンダラなんだよ、この壁紙っていうのはね。つまりあのジジイっていうのはの生まれ変わりのとして、あの次の赤ちゃんになってたんだよというお話なんだけども、イモムシとトカゲは、それはあのね、五行思想を勉強しないとわかんない。やっぱりサムサーラのこれを理解するには五行思想を理解しないとわかんないんだけども、つまり火と木と水とね、その全部仏教の教えであるんだけど、世界仏教の考え方では全部巡り巡って回ってるんだよね。つまりその人間5つそのキーアイテムが、祭壇に捧げるアイテムが出てきたじゃん。イモムシと、お魚。魚っていうのは水なんだよね。イモムシっていうのはなんか知らないんだけど、その5個あったというわけで、火、水、風、土、木。そう、それが五行思想なんだけども、魚は水に見えるじゃん。でも木なんだよね。不思議なことに鱗があると木なんだよね。これはナルニーが言ってたんだけど、でそれでナルトってことか。そう、ナルトの元ネタなんだけども、でなんか回り回ってあのジジイは何だったの。あのジジイはだから前世も、あのジジイが死んだところからこの物語は始まってるの。実は主人公なんです、あのジジイっていうのはね。やっぱりインパクトが強かったじゃん。なのでですね、そうナルトのパクリか、まあガッシュベルもそうだったよね。まあ一時期流行ったんだけど、その2000年代に五行思想を元にした漫画っていうのは確かに流行ったし、ある意味ポケモンもそれはパクってるんで、五行思想をパクってるんだけど、そのさ、宗教的な考え方で五行思想っていうのは、こう輪廻転生でぐるぐる回るよ、自然界はね、食われてうんこになってぐるぐる回るよって考え方で、逆にもう一個ね、他に一神教っていうのはですね、一つの神様の因果のもとなるっていう、で赤狼っていうのはその五行思想の神の世界と一神教の神のその二つのごちゃごちゃのその世界が重なっちゃったっていう、その
確信を教えてください。まあごめん、ちょっと難しい、ちょっと赤狼を交えるとよちょっと余計分かんなくなっちゃうんだけど、置いといて、それは今は置いといて、これをゲームの中だけの話でいくと、つまりその裸のジジイが死にました。はい、このみんなは死んだ後どうなるか分かんないよね。みんな死んだ後怖いよね。真っ暗な世界にずっといるのか生まれ変わるのか不安だよね。この世界はみんなが死んだその瞬間から始まってます。はい、みんな、はいはい、みんな死にました。で、はっ、気づくとこのだ、みんな死んだんだよ、みんな死んだの。今知らなかった、みんな22時以降に死んだんです。みんなは今日の気づいてないと思うんだけど、死んでこの世界に、この部屋にみんな死んだ人は来るんです。で、ですね、まあ輪廻転生までの次の、人間に生まれ変わるまでの段取りをこのゲームはですねやってるんです。それを脱出ゲームという形でやったというわけでね、言っておりますけども。で、だから時計とかをいじくるでしょ。あれはもう一度生まれ変わるためにその時計もやるよね、そりゃ。そういう意味なのよ、時計っていうのはね。次の世界に行くためのやつなんだよね、それは。ね。じゃあ今赤ん坊なのか、そう、赤ん坊なの。そういう、また来世ってわけ、そう、また来世ってわけ。電話っていうのも、いろいろあったけども、もうね、次の世界に行くための電話なの。マトリックスってあるじゃん。あれと一緒。電話で、現実にまた生まれ変わるんです。ね。親ガチャまで再現してほしかった。だから、あったでしょ、途中で神々のトライフォース三角形でガチャを引いたでしょ。あれは親ガチャを再現してるんだけど、つまり、そういう五行一相で、まずジジイが死んで、そういう心臓のねジジイの世界から、そっから魚に食われて、死骸がねガンジス川に流されて魚に食われて、でそっからさらにそのトカゲがね、両生類的なやつがまたそのね魚の死骸を食うでしょ。そうなったら次にそのまたそれを鳥が食べて卵になるでしょ。で、その卵をまた、鳥の卵をまた人間が食べて赤ちゃんになるんです。そういうこと。わかった？そういうこと。解説でございました。ということで、つながったね、完全に。いや、面白かったわ、このゲーム。ルスティ・レイクね。このシリーズなんかいろいろあるそうなので。でいこうと思います。あの鳥はコウノトリか、そう、あの鳥はコウノトリですね。鳥に食われて卵になれば次の人間になるんですね。それまでの輪廻転生の自然界を巡ったというのをこの一部屋で表現したのがこのゲームでございましたね。分かったかな。ありがとうございます。終わります。というわけでですね、コウノトリに全部あげたの偶然、それ偶然だよ、偶然っていうか、おばあちゃんのそれは謎解きでございます。要は赤狼やったってことか。まあ赤狼を理解してる子にはもう芋虫が出てきた時点で分かったと思うんだけど、それでは皆様早く寝なさい。まだ火曜日なんですから。それでは皆様、また来世、また次の人生、ちょっと今世はみんなもね恵まれなかったと思うんですけど、また来世は親ガチャで恵まれますようにということで、おばあちゃんもいい親ガチャで生まれたいと思います。それではまた来世、今日こそ本当のまた来世、おんぎゃーおんぎゃー、この鳥さん運んでて、オッケーオッケー、生まれ変わるよ、おばあちゃん。
キーとゲンの子に